松尾修造のこれ知ってます。今日も行きます、やりますせ、松尾修造でやりますせ。あのね、7年間インクが切れないボールペンっていうのがねあるそうです。アメリカのメーカーらしいんですけどね、セブンイヤーボールペン、まあ、そのままですね、7年間ボール、インクが切れないボールペン、セブンイヤーボールペン、製造元がですねアメリカのメーカー、セルゼアっていうんですかね、シルジェアですかね、まあ、1日に 1.7 メートル、ね、回転と想定して365日かける7年間、大丈夫だということなんですね。毎日 1.7 メートル回、まあ、1.7 メートルっていうのがどれぐらいの距離なのかちょっとペンで言うと分かりにくいんですけど、7年間そのボールペンが使えるということで、ね、1260円らしいです。またこれ皆さん書いておきますんでね、よかったらね。ただ発売してから7年が経ってないというのこともあるんですけどね、セブンイヤーボールペン、何年間使えるボールペンの紹介でございました。松尾修造でした。ございました、ありがとうございました。何言ってんねん、ございました、ありがとうございました。下も待ってない、ありがとう、また待ってない、カミカミ言われたら